ボルジアへ文書に見えるタモアンちゃんの不思議なきタモアンちゃんとは、アステカ神話の様々な創造説話に登場する伝説上の地名で一種の楽園として伝えられる。タモアンちゃんは泉や川や森にあふれ、資源に満ちた楽園であり、神々が住む土地である。タモアンちゃんは図像的には風変わりな樹木で表される。図像上は幹から血を流し、根は 失敗鳥になっていることが多い。詩によると、この木は二つに裂けて、互いに絡みつき、宝石に満たされている。枝からは人を酔わせる花やケツアールの羽が降り注ぐ。木の上には珍しい鳥が飛び回る。木は、あらゆる種類の花をつけ、この木に触れた恋人たちは幸せになれるという。タモアンちゃんという語は、ナワトル語では、説明がつかず、マヤ語で、 もやの多い土地と解釈する説がある。これは、タモアンちゃんに関する記述が、メキシコ湾岸の定地を思わせることに一致する。タモアンちゃんは、現在の人類の創造説話に出てくる。ケツアルコアトルは、地下のミクトランにいて、過去に大洪水で滅ぼされた人類の骨を、タモアンちゃんに持ち帰った。女神シワコアトルは骨を目立てで引いて、粉にし、翡翠の盆に入れた。ケルコアトルや、 他の神々が、凡日を注ぐことで人類が誕生した。タモアンちゃんは、トウモロコシの起源説話にも登場する。チマルポポカ文書によると、ケツアルコアトルは、赤アリが、トナカテペトルさんから、トウモロコシの実を運んできたのを見て、これを、人間の食料にしようと考えた。ケツアルコアトルは、自らクロアリに変身し、赤アリに、案内させて、トナカテペトルへ行き、 トウモロコシの実を入手した。その後タモアンちゃんにトウモロコシを植えた。また、フィレンツェ文書ではタモアンちゃんでプルケが発明されたとする。ありがとうございます。